今回は瀬古樹選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。ちょっとまず清風呂のポーズから一緒にやってもらっていいですか。 K っていうポーズがあるんですよ、はい、それでは清風呂スタートです。はい、ありがとうございます。はい、まず瀬古選手どうですか。まあ、今季フロンターレに加入されてだからもう半年、どんな毎日ですか。まあ、僕自身も初めてのこう移籍なので、まあ、そんな中で始まって、まあ、すごいやっぱチームの雰囲気とか、まあ、なんかアットホームな感じがあるっていうか、みんなやっぱ仲いいし、僕同い年いないので、上の人もそうだし下の選手もそうだし、こうみんなよくコミュニケーション取ってくれるなっていう風に感じてます。なんかね、最初同い年がいない中でのぼり選手が DM くれたんでしょ。そうですそうですそうです。僕のリリースが出てその日に、なんでまだ本当に20 21年の年末ぐらい。あ、そんな早く。はい、そうです。なんて来たんですか。これからよろしくねって、頑張ろうねっていう風に来てびっくりして、でそのまま僕もあ、これからよろしくお願いしますっていう風に返したら、落ち着いたらご飯とかも行こうねっていう風に言っていただいて、でなんかもう本当に入る前からまだこう会って話す前からそういう連絡もしてきてくれたので、そういうところはやっぱすごいなっていう風に率直に、はい、思いました。なんかちょっとノッポリ選手に今先に感動しちゃってるんですけど、めちゃくちゃ優しいですよね。いや本当そうですね、はい。新しいチーム行くのってやっぱ不安じゃないですか。そうですね、なんかそれこそ同い年っていうか知り合いっていうか顔見知りっていう選手が本当にいなかったので、まあなんか大丈夫かなって思って、こうまだシーズン始まる前のこう自主練期間の時に初めてこうクラブハウス行ったりとかする時も、まあ本当誰も知らない状況から入ったので、グラウンド出てもどうしようかなっていうところから入って、そしたらやっぱこう以前からいる選手たちで、まあ何人かでこうボール回しとかしてるところに呼んでもらって入れていただいたりとか、でも本当に入りはスムーズに入れたっていうか、みんなすごいコミュニケーションを取ってくれたので溶け込みやすかったです。普通は同い年の選手とかいたら結構仲良くしたりとかいろいろパターンあると思うけど、はいはい、まあいない中でよく喋るのが脇坂選手、小塚選手、知念選手とか言ってたけど、そうですね、まあ年齢が近いっていうのがあって、うん、そこの人たちとは本当にこうコミュニケーション取らせてもらったりとか、あとこうオフの時とかにも、まあ、ゴルフ一緒に連れてくれたりとかっていうのもありますし、はい、そういう感じですね。ゴルフなんか一緒にいたら脇坂選手がゴルフのスイングが可愛いって言ってたんでしょ。可愛いんですか。いや、なんか自分ではあんま分かんないんですけど、やっぱこうあまり僕も初めて立ってないし、こう、うまくないのでちょっと面白スイングみたいな。そうですね。はい、一番よく喋るのって誰なんですか。一番よく喋る、うん、でも僕もう本当以前からそうなんですけど、特定の人を作ることがなくて特定の彼女作れないみたいな。いや、女の子はまだ違いますけど違う、ごめんなさい。友達とか男のこう仲とかチームメイトもそうですし、本当、うん、みんなに何でも喋れるというか、別に宮城天選手めちゃめちゃ懐いてません。ああ、まああいつはそうですすごい僕に積極的に話もかけてますし家も実は一緒なんですよ、マンションが。あ、そうなんだ、へえ、はい、たまたまなんで、そうですそうです、うん、僕が今回引っ越してきたら、うん、たまたま一緒で、それでまあなんかちょっと親近感が湧いてるのか向こうが同じマンションっていうのは話してて分かったんですか。ばったり会って分かったんですか。たまたま話してて分かりました。どこ住んでるのみたいな話になって、うんうん、俺今回引っ越してきてここなんだって言ったら、え、俺もそこみたいな感じな。へえ。え、マンションでばったり会ったりします。しないですね。あ、そうなんだ。あと僕はあれなんですよ、その以前あの全員が僕知り合いで、
横浜 FC に行くってなって僕がフロンターレに来るってなった時に全員があの俺いなくなっちゃって寂しそうだから仲良くしてあげてっていう風に僕全員から聞いてて頼まれてたんだ。はい。瀬古選手はどんな方ですか？お前俺のこと何か友達っす。友達こんな年離れっすやっぱちょっと全員レンタルしちゃったんで伝わりますじゃあ2人はあのいい友達という関係でいいんでしょうか？あれ優しいからね。あ、これも優しい。なんかでも若干いじられてません？あ、僕ですか？はい。まあそれは多分天に限らずですか。うん、なんか佐々木選手もね、なんか、はい、真面目そうに見えて実はチャラそうとかまあそうです。朝日もなんかロッカーが隣なので、はい、まあ、それなりに喋ること多いんですけど、うん、あの下の世代も喋るんです。ダイヤケントとかもそうだし、うんうん、アレンジ朝日とか、なんかそこで、まあ、全然コミュニケーション取りながら、なんか僕も全然なんかそういうの言われても何とも思わないっていうか、うん、なんか距離があるのもなんか嫌だしなっていうのもあって、全然いじったりされても笑って返せるっていうか、ほうほうほう。で、本当なんですか？真面目、私本当に真面目そうだなっていうイメージがすごい、私もあるんですよ。はい、なんだろう、はい、何かと分かんないけど雰囲気なのかな。まあ、でも僕もその自分で自分を分析するとき多分。第一印象真面目に見えちゃうんだろうなって思うんですけど、うん、まあ、その辺はもしかしたらこう喋ってる時の受け答えだとか、うん、まあ、そういうところでそういう風に見えるのかなっていう風には思います。まあ、サッカーに関しては真面目ですけど、うん、別に私生活とかプライベートの時はそんなになんかこう凝り固まってないので、はい、凝り固まってる。いやだってなんかアンケートにもね、真面目そうに見えるけど実は私〇〇なんですのところに、はいはい、実は僕やんちゃなんですって書いてて、はいはい、車乗って窓から上いや、そういうあれじゃないですけどいやなんかちょっとでも大体分かりました。こうチームの、はい、立ち位置的というか、はい、こういう録音的な、なんか全般的にみんなとこううまくやっていけるタイプ。そうですね、はい、多分自分でもそう思います。まあだから僕自身もこう先輩のことをこういじったりとかっていうのも全然しますし、ほう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 、なんかそういうところは、はい、全然あります。誰でいじりやすいですか、先輩？いや、フロンターレの先輩たちはまあ慕われてるっていう意味では、まあ、安藤さんかなっていうふうには思いますめちゃめちゃ安牌のとこ行くじゃないですかなんか横浜 FC の時に分かんないけど中村俊介さんとかガンガンいじってる。俊さんをいじれるとかはないですよ